お腹が気になる人におすすめなプランクをギュギュギューッと簡単にまとめたやり方になります。お腹気になる人の多くは反り腰といって腰が反れた状態になってます。この状態で体をまっすぐ保っても実はお腹が鍛えられてないんですね。ほとんどの方は体が持ち上がりにくい、腰が先に痛くなる、お腹に効かない、そういったことを感じたことがあると思います。今回はそこの改善したプランクの方法になります。1セット20秒、これを3回繰り返していきます。今まで普通にまっすぐ保とうとしてたよって方もですね、今回のやり方をすることでお腹が出る原因の反り腰を解消した方法になるので、とってもおすすめなやり方になります。一緒に頑張ってみましょう。本来は腰を丸めてキープするんですが、このフォームはとても難しいです。今回は通常の方法から腰をできるだけ高く上げてキープします。そうすることで自然と腰が丸くなった状態、お腹が締まった状態が作れます。反り腰の方にはおすすめなプランクです。足は肩幅、肩の下に肘をついて体を持ち上げるんですが、腰を高く上げる、これでキープです。息は長く吐いた方がいいので2回か3回の呼吸で20秒キープしてください。息は止めないように。それでは行きましょう。スタート。できるだけ腰を持ち上げる感じ、腰が一番高い位置に来るように、お腹をしっかり引っ込めれば腰が高くなります。オッケー、これはあと2回いきましょう。いきます。スタート。ぐーっとお腹引っ込めて腰を高く持ち上げて、体があんまり前に行かないようにお腹をしっかり引っ込めて、どんどんお腹引っ込めて。 OK、 だいぶお腹が疲れてきたと思います。あともう一回です。いきましょう。スタート。どんどんお腹を引っ込めて、腰を高くすればね、反り腰解消されますんで、頑張ってお腹に効かせていきましょう。あー効く。 OK、 いやー、どうですか皆さん、筋肉使った後は少し息の上がる運動をセットですると脂肪が早く燃えます。片足上げていろんな位置に足を動かしながらね、片足でバランス取りましょう。いきます。スタート。スマホ見ながらでいいです。ついてる足はちょっと曲げたりとかね、体のバランスを悪くさせながら、バランスを崩して体幹鍛えながら有酸素運動してる感じになりますんで、今やったプランクでね、ちょっと息が上がってるままこういう運動をするとね、しっかり鍛えられます。体のラインの悪い人は足の裏のバランスが悪いんで、片足立ちするとね、足指に力がちゃんと入ってラインが良くなります。いろんなところに足を持ってってできてますか皆さん。はい、 OK。 それでは反対です。しっかり足の指力を入れていきましょう。スタート。この片足立ちで行うね、こういう体幹トレーニングは矢印べえっていう名前なんで、いろんなパターンがねありますんで、タートルフィットネス矢印べえで検索してもらって、バランスが取れる体が作れると体幹が鍛えられて痩せやすい体ができてますんで、いろんな面にやるのもいいですが、ヤジロベもおすすめです。いろいろね、足を動かしたり、また戻したり、しゃがんだり、走ってみたり、いろいろ
足を伸ばしてください。いろんな足の動かし方、OK。 中腰になったまま体を揺らしましょう。スタート。楽にね、上半身の力を抜いて呼吸を戻すようなイメージで、足が疲れたらね、膝の位置を変えたりして体を揺らしてください。これだけでもね、ずっとスクワットしてるような感じになるんで、すごい下半身がね鍛えられて代謝がね上がります。腰をね、いろんな位置に動かして出したり引いたり横に動かしたり、一番ねちょうどいい中心の位置っていうのが分かってきますので、いろいろねわざと動かすのも大切です。OK。 つま先を上げて反対はかかとを上げる、これをね繰り返していきます。ラストいきましょう。片っぽつま先でかかと、片っぽかかと、膝をしっかり伸ばしたままです。これをやっていくと腰から下のラインがちょうどいい位置にね作れます。ほとんどの方は腰が出てたり引いてたりするんで、この腰から足首の位置がちゃんとまっすぐになると体のラインが良くなって、お腹、足、お尻がね正常な形になってきます。かかと上げるのはね少しでいいです。膝をしっかり伸ばしたまま、しっかりね腰を支点に、はい、OK です。お疲れ様でした。コメントください。